ちゃちゃくん、お座り。ちゃちゃ、座って。よしよし。なんか匂いする？鹿肉ジャーキー、無添加、犬猫用。これをあげてみたいと思います。いい匂いする？ちゃちゃ、座って。お座りは？いい子ね。初。今開けて、もう匂いがするんだ。すごい。いい匂いね。食べる。これチワワだけど、大きい方のチワワね。これでも。このサイズ食べれるのかしら。はい、じゃじゃじゃ。嬉しい嬉しい。まだよ、お座りは食べる、待てよ待てよ、うーん、いこちゃん、じゃじゃ行くよ、待てよ、まだよ、食べたい食べたい、どうぞ、うん、いいよ、どうやって食べるんかな、ママのこと噛まないで、すごい、しっかりしてる。変なもの入ってないんだってよ。どうやって食べていいかわかんないね。いいんだって食べて。うぅ。うわぁ。食べ方がわからないちゃちゃくんです。あれ、何の音だ？どこ持ってって食べたいんでしょう。いいよ、持ってって食べて。これ食べる。いい、めっちゃおいしい。いいなぁ。すごい、すごい。下仁田さん。愛犬、愛猫用ジャーキー。鹿肉が高タンパク、低カロリー、粒やミネラルを豊富に含みます。保存料、着色料、添加物は一切使用してません。すごいね。こうさ、形がバラバラなのもいいよね。すごい、人間が食べたくなっちゃうね。うち大型犬もいるから大型犬にも後であげてみよう。大沢商店かわいい、食べちゃうぞ、いいよ、いちいち、こうやってこうやってあげると食べれるんか、すごい。じゃあ、じゃあお家の周りお散歩してた鹿さんだよ。嬉しい嬉しい。すごいね。野生を思い出せ、チワワも。チワワは、なんだっけ、やめて。本来なら、なんか穴掘って狩りする犬だったみたいだよ。ほらほら。野生を思い出すんだ。いちょいちょ。前足使って。いいねいいね。どうする？前いい？肉は。うん。肉めっちゃ食う。二つの方がいいよね。小さな子。すげえ、めっちゃがつく、おいしいし、
構入ってるね。この量入って、どうしたの？この大きさでこんなにたくさん入って800円です。安いね。今はソールドアウトになってるサイト見たら、また下仁田の私初めて見たのが3年前。うん、あ、あんたそれ食べちゃダメだよ。え、やめな。ダメだからね。犬のワンワンの。あんた食べちゃダメ。取るけど。ちゃちゃ。ちゃちゃに、ちゃちゃさっきあげたんだよ。移住する前に大沢商店のこの鹿肉ジャーキーの商品を初めて目にした時に、こう命の循環ができてること、もうそれがすごい感動して、でその商品を作ってるのがまさか大沢さんだとは知らず2年が過ぎて、今でもこうやって仲良くしてもらえて日々学んでます。ありがとう。ぜひね、こう商品手に取ってみてください。